こんにちは、こんばんは、めぐこです。よろしくお願いします。今回はこちら湯沢屋で購入した商品の紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。今回はですね、今3月の14日深夜なんですけれども、購入した日付レシート見てみると1月の8日と1月の23日に購入した商品になっております。こまごまとね、その後も買いに行ってはいるんですけど、ちょっとまとめて購入したのがこちらの1月の8日と1月の23日。これをね、動画にするのを忘れておりまして、それでまあ1月の終わりからね、働き始めてしまったものでなかなか動画を撮る時間が持てなかったんですけど、ちょっとね、今日撮ってみようと思って今更ですが購入品紹介をさせていただきます。ではね、早速購入品、これ2日分分けてじゃなくて、もう全部湯沢屋で買ったものなので、織り交ぜて紹介させていただきます。まずはね、網針こちらです。まだね、その買ってから未開封っていうね、はい。こちらはプリムのエルゴノミクスかぎ針ですね。かぎ針の3ミリです。3ミリ買ってみましたね。こちらはちょっと使い心地ね、後で試してみたいなと思います。プリムのかぎ針は初めて購入したんですよ。興味はあったんですけど、かぎ針はなんかいろんな種類をね、私持っているのでね、ちょっと使いこなせてないしね持っているのにね、どんな感じかなと思うんで、1個だけ買ってみました。これ使い心地よかったらね、他の号数もね、他のミリ数も買ってみたいかなと思っています。はい、プリムのかぎ針です。開けてみようか。おい開けづらい。よいしょ。おお、なるほどなるほど。はい、ちょっと編んでみないとね、ちょっと感想も言えないね。どうしよう、ちょっと糸じゃあ後で糸をね、紹介する糸でこれ編んでみましょうか。じゃあちょっとこれ置いといて後でかわいいはい、こちらだるまのウールモヘアを3色購入してみました。めっちゃくちゃ色かわいいですよね、これね。明るい蛍光っぽいね、イエローと、爽やかなミントグリーンっぽい感じかな、とピンク、薄いピンク色です。こちらのだるまウールモヘアはモヘア、スーパーキットモヘア 20%、 キットモヘア 36% の合わせて、モヘアが56% で、ウールメリのウールが 44% で、グラム数 20g で約 46m です。標準ゲージがこちらになっております。で、棒針が10から12号かぎ針が9から10号が適正だそうです。で、こちらのピンク色の色番号が、これはここか、9番がこちらのピンク色ですね。よいしょ。で、こちらの黄色い色は13番です。
で、こちらのグリーンが14番です。いやー、編んでみたいね。これ私多分ね、編みぐるみとかそっちの方に使う予定なので、一玉ずつでね、少なく買っておりますが、ね、こういうさ、もので、あのセーターとか編むのも絶対いいよね。編みたいかもしれない。ちょっともうね、あの冬が終わっちゃうので今はね編めないんですけど、はい、これはとりあえず編みぐるみ用に購入しました。ではね、次の糸いきます。じゃーん。これね、もう皆さんご存知かと思いますがね、最近流行りのダルマメランジスラブでございます。これはね、ちょっと待っててね。はい、お待たせしました。こちらはですね、こちらです。アムヒビさんのね、アムヒビニットブック、アムヒビの編み物本という本の、34ページ35ページだったかな、ちょっと見てみよう。そうそう、34ページ35ページのアランキャップっていう、帽子の編み方載ってるんですけど、その35ページの方で使用されている、糸がこのメランジスラブね、指定糸ですね。で、去年の年末に、そう、岩の家さん、岩の家さんの12月の動画で岩の家さんが被っていて、でめっちゃ可愛くて、で編んでみたいってその時に思って、で、本はねそれより前に買ってあったので、じゃあ、糸買いに行こうと思って、それで1月にね、湯沢屋に行った時に買ったものになります。で、その後にね、そう、今日ね、ちょうどね、今日早い時間にちょっとライブさせていただいた、ライブ配信ね、私やっていたんですけど、ちょうどね、トモリンさんが来てくださっていて、ライブにそれで、トモリンさんが、アムヒビさんのね、本で、いろいろ編んでいらっしゃいますよね。それでも、帽子ね、編んでいらっしゃって、それで結構インスタグラムで皆さん、そのトモリンさんとね、一緒に編んで、帽子をね編んで、インスタにポストされてるのを結構目にしていたんですよ。で、編みたいな編みたいなって、もうその岩の家さんのを見た時点で編みたかったんですけど、そのトモリンさんとその周りの人たちがいっぱい編んでるのを見て、あ、やっぱ編みたいなって、ずっと編みたいなって思ってて、ね、だから12月から今までずっと編みたいなって思ってた糸がこれです。ずっとずっとね、購入品紹介するまで開けないで取っといたのね。それで、まあね、ちょっと今季はもうね、冬が終わっちゃうので、でもね、ちょっと編む時間があったらね、早く編みたいなとは思っています。はい、そしてちょっとね、開けてみましょう。やっと開封ですよやっと開封です。はい、こちらがメランジスラブ、ダルマのメランジスラブです。ウール 100% です。 40g、 約 46m で、15号から 7mm 棒針ね、15号から 7mm で、かぎ針が10号から 7mm ぐらいです。で、私が購入した色番は色番は2番です。2番です。なんですけど、実は私メランジスラブ昔購入してるんですよ。で、クローゼットに実は入ってて、それをですね、1月の終わりだか2月に断捨離でちょっとクローゼットを開けてた時に発見したんですよ発見したので、だから帽子を編むのはこっちの色か、発見した色、の
発見した色はね、多分あのグリーンか紺だったと思うんですけど、どっちかな、両方あるかな、紺かな、そうですね。で作ろうかなと思っています。はい、ということでだるまのメランジスラブでしたね。帽子は絶対編もうと思います。これね、前にも多分購入品、ユーザーや購入品紹介ね、去年ので紹介していますよね、この糸。皆さんご存知かと思います。あとこの色もね紹介してると思います。追加で買いました、まだ編んでないのに編んでないのに追加で買いました。はいじゃあまずね、こちらの糸ね、内容から紹介させていただきますと、パピーのブリティッシュファインです。私ね、パピーの糸が大好きね。最近はだるまもいいなと思いますね。でパピーのブリティッシュファイン、ウール 100% です。で、細い糸になりますね、25g で 116m あります。で棒針だと3から5号、かぎ針だと3から5号、ね、イギリス製の糸です。でこちらまずね、この色は色番が1番、01番です。でこちらのピンク、蛍光ピンクですね、85番です。そういえばこのブリティッシュファインもあれですよね、アムヒビさんの本、アムヒビニットニットブック、ちょっと今ねペラペラめくって、あー、ありました靴下だ、靴下靴下、38ページ39ページの靴下が、パピーブリティッシュファインで編まれてました。あ、その前の37ページもだね、靴下チェックドモヘアソックスっていう本もだね。そっかそっか、あったあったね。じゃあ靴下も編めるね、私、やったこれはなんで買ったのかっていうと、全然違う目的で買っております。まあね、ちょっとフェアアイルをちょっと編んでみたいなと思っているのと、まあちょっとね、編みぐるみに使おうかなっていうので買ってみたんですけど、ちょっと今ね、靴下もね、アムヒビさんの靴下もいいかなってちょっと今ちょっと 路線変更というかねもしかしてあるかもしれませんで他にもね、たくさんねこちらの糸を購入しております。あ、そういえばこの色も買ってたね。で86番蛍光イエローです。でもう色順不同で出していきますね。はい、68番、はい、これ何色って言うんだろうね、ちょっとピンクから赤から紫にかかったような色みたいななんて言うんだろうこの色でピンク色、31番、これはまた何色っていうのね、何色っていうんだろう、これ茶色と黄色の間ぐらいの、なんかね、いろんな色が混ざってるような感じですよ、綺麗です。65番です。でこちらが35番、これも黄色から茶色になる感じのところの間の色っぽい感じの色もう なんて言ったらいいんだろう色の名前が分かんない。でこちらが66番、これは黄色です。かわいいですね。なんだ、玉の大きさが違うぞ大きさがちっちゃいぞこれ、なんで。
で今度こちらはブルーですね。92番、これ水色と青の間ぐらいの色92番です。はい、こちら74番、こちらは水色とグリーンの、違うな、まあ水色かなちょっとあのライトがね、私の部屋があのちょうどいい色が見えない部屋なんです。謎何色っていうのこれ。でこちらグレーですね、64番。これもね、なんかねブルーがちょっと入ってる感じの、ブルーとグレーが入ってる感じなんだけど、まあブルーあんま見えないからグレーでいいや。でこちらが10番です。こちらは40番です。ここら辺はグレーから茶色系の感じに移動しつつある系の色ですでこちらは19番です。はい、これはまあ薄いグレーですね。ということで、ブリティッシュファインを1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15玉購入しておりますね。ちょっと買いすぎ全部使うか分かんない買いすぎですが、ちょっとね作品にできたらいいなと思っています。ではティッシュで、ちょっと毛糸はね以上なんですけど、今度ね羊毛を買いました。これ羊毛、これあれかな、湯沢屋で買ったっけ。いや湯沢屋で買ってないかも、なんか違うお店で買ったのを一緒の袋に入れてるかもしんない。まあいっかこれ紹介したっけ、もしかしてしてる、してない、わかんない。しててもじゃあもう一回紹介しちゃいますしてなかったらね、みんなには新鮮に映るかと思うよ。はい、ではこちら浜中のフェルト羊毛ミックスメリノウール 100% 50g で、色ナンバーこちらが203番です。ちょっとね、こんな感じで色がミックスされているものを買ってみました。これは紡ぎ用に買っています。まあ紡いでもいいですしね、刺してもいいし、何かしらには使えそう。私は多分紡ぐと思いますが、紡がないかもしれませんでこちらも同じく色番号が211番です。ミックスね、はい、これは茶系の色のミックスになっています。で、同じくこちらもミックス216番。こちらはね、白とグレーが混ざったような感じになっています。ね、ちょっとこれで何ができるかしら。ね。これいくらだったんだろう、ちょっと私値段見ないで買ってしまって、多分これね湯沢屋で買ってないんだよね、これ入ってないレシートに。どこで買ったんだろう、湯沢屋にも売ってるかなこれ。あー、川崎で買ったかもしれないですね。川崎ドリームで買ったんかな、かもしれないね、湯沢屋購入品紹介と言いつつドリーム購入品紹介になっております。で、あとはねこちらメリノのナチュラル
浜中のフェルト羊毛ナチュラルメリーの 100g です。こっちはね 50g なんだけど、これはね 100g 入ったやつ。カラー303番、これは白かな、白なのか白なのか、ナチュラルです。この色はね、もういくつあってもね使えるからと思ってとりあえず買っておきましたね。メリノだしね、紡ぎやすいしね。ということで、購入したフェルト羊毛は以上4点になります。お、レシートあるやん、ドリームドリームで間違いなかった合ってた合ってた、さすがわしえ、待って待って、でもね、ドリームで購入したのはこの3つみたい。じゃあこのメリノはユザーやか、わかんない、書いてないんじゃない。まあ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 、いいか、どういうことかな、まあいいか、どっか別で買ったんだね。これレシートなくしたね、まあいいか、よくないけどいいやということで、こちらはちょっとね以上で紹介終わりなんですが、先ほどのプリムね、プリムエルゴノミクスかぎ針、こちらを編んでみようではありませんかね。じゃあ色が分かりやすいからこれにするね。これさ、日本の号数じゃないじゃん、 3mm ね、何号ぐらいかな、ちょっと号数なんかね、湯沢屋にはこの何ミリが何号ぐらいみたいなのが表になってね、上の方にあったのでそれを見て買ったんだけど、今これが何号ですかってね、今私思い出せないから多分ここら辺に書いてますね、編集で書いときます、はいお、ちょっとね、ちょっと出ちゃった。何を編めばいいの、まあちょっと号数が適正号数かどうかっていうのがわかんないけど、違う気もするよねこれね、細いもん、あ、糸が細いな、これどういう持ち方すんお、あ、しょっぱな編みづらっていう感じだな、あ、この糸が編みづらいのか、私の持ち方だと編みづらいのか、あれかな、このナイフ持ちっていうんだっけ、なんていうんだっけ、あの普通の持ち方じゃない方、私ペン持ち普通こう持たない、ペン持ちだとね、あの普段の針とちょっと違うから、ちょっと今ねやりづらい、ちょっと糸の太さも合ってないと思う糸の太さが合ってないからダメなんだと思う。じゃあちょっと待って、合う太さどれかな、ちょっとこれもちょっと細いかな、どうかな、あー、ちょっと鎖編みからやろうか、猫の毛かしらよいしょ、おー、なんだこれ、持ちにくいかも、手の位置がわからん、どう持てば正解、うん、ちょっと適当に編むね、
編みづらい。あ、ダメだ。これ糸と号数が合ってないかもしれないから、ちょっと私が悪い私が悪いです。あの針は悪くないです。悪くないのか、あのそれとも私の持ち方に合わないのか、どっちかですね。なんか ここの先の引っかかりがある気がするのね。引っかかっちゃう気がするね。この引っかかっちゃうのがなんでかっていうと、多分あの持ち方の角度のせいなんだよね。綺麗に運べないかな。これは多分あの私に合わないだけです。一つ言っとくと私に合わない。ちょっと今までの自分が使ってた針がかなりスムーズに編めるので、これがたまたまね、あの針の号数と糸のね太さが合ってないのもあるとは思うけど、慣れればいけるかな。なんか最初ね、あの鎖編みと細編みがとても、おカメラがずれたね、揺れたね、編みづらいし、今もねなんか通すときにあの角度が吸ってねいかないよね。ほら、まあちょっと糸のチョイスも間違ってるかもね。スムーズに編める糸を最初に選びなよってねえねえ、突っ込んじゃうよねまあ多分ちょっと慣れるといけそうな気がする、あると思いますがちょっとね今の段階では私はちょっとこれはあのね、買ったのが1本でよかったセットじゃなくてよかったという感じです。あのやっぱ私ね、あの私の持ち方に合う針じゃない気がしました。ちょっと皆さんはね、あのご自身でね、もしよかったら購入して試してみてください。どうぞ試してみてください。ということで、ちょっと最後ぐだりましたが、ちょっとこんな感じで終わりたいと思います最後ねちょっと糸まとめて出さなかったけどあの写真後で撮ってね、あのバーって並べて写真撮ってね、ここにかぶせときますそれでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。